皆さんおはようございます。妙高220温度体重100キロの松原妙高です。今日の岐阜地方穏やかに晴れ渡っております。桜はですね、平野部はもうすでにですね散って、そろそろ葉桜というような感じになってきております。皆さんの地域ではいかがでしょうか。今日はですね、ちょっと新聞に載っていた家族という、コラムなのかな、ちょっといろいろ障害があるとか介護であるとか、そのような問題をですね捉えている、紙面がございまして、そこを見ましたら、なんと、YouTube で活躍してますちゃんまりさんが出てました。ちゃんまりさんっていう名前はね、なんて言いますか、実はご夫婦でね、中本夫婦の沖縄ライフブログというですねチャンネル名の中にご主人と一緒に出てくる、方です。どんなことが書いてあるかと言いますと、実はご主人がですね、注意力欠如多動性障害 ADHD ですかにでですね、大変苦労しているというお話の中で、ご主人を理解し、少しフォローしながら YouTube のチャンネルを作り上げていくということが書いてあります。またご自身もですね ASD 自閉スペクトログラムっていう症状のグレーゾーンという診断を受けたということも告白してみます。YouTube このチャンネルはですね、過去に、よく見ておりました。本当にね、よく作り込まれた美しい映像、本当にね、そんなこの新聞を読むまでこんな障害があるというようなことも全く気づかないほどでございました。本当に前もお話したことがあるように、はためにはわからないその障害というものがですねあるんですね。そういう中でこうお互いを理解しながら一生懸命生きていく、そういう方々を見るとですね、簡単にパッと見てですね判断して声を荒げるというようなことはしてはいけないと、この年になって改めて反省しております。私の妻もそうですけれども、これからもですね仲良く障害と向き合いながら暮らしていきたいというふうに思っております。皆さんもね、ぜひ機会があれば中本夫婦の沖縄ライフブログ、中本夫婦まではですねカタカナです。中本夫婦で検索すれば多分出てくると思います。ちょっとそんなYouTuber 頑張ってるお二人をですね今日はご紹介させていただきました。それではまたお会いしましょう。今日のところはさようなら。良い週末。